球内部の異なる位相空間に存在する世界、ラギアス。それは地上とは異なる文明と地上の科学を凌駕する技術を併せ持つ異世界。ある時、ラギアス最大の国、神聖ラングラン王国は、予言された大いなる災いに対抗するため4体の魔装騎士を作り出した。そのパイロット候補として地上世界から召喚されたマサキ・アンドーは、風の魔装騎士サイバスターを借り、幾多の戦いを経て成長していく。ラングランの崩壊、宿敵シュートの戦い、そして三国戦争。活動を開始したマサキたちアンティラス隊は、シュテドニアス南北戦争の制止にあたり、暗躍していたボルクルス教団の大司教エルシーネを倒し、騒乱を終結させた。しかし、戦争の傷跡が今、新たなる波乱をもたらすことになる。熱血必中ボイススパロゲ、魔装騎士3編。皆さんこんにちは、魔装騎士3でマサキ安藤の声を担当している緑川ひくるです。このウェブラジオはスーパーロボット対戦公式サイトに掲載されている公式ブログ、熱血必中スパロゴを声入りでやろうという企画で、魔装騎士シリーズの最新作、8月22日発売予定の魔装騎士3プライドオブジャスティスを取り上げます。それではこの番組を一緒にやっていく素敵なメンバーをご紹介したいと思います。どうぞ。はい、こんにちは、プロデューサーの寺田孝信です。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。よし、さあ続きまして、緑の川が光るわけですよね。そうです。緑の川が光ったら、それはもはや川って入ってるけど風属性ですよね。あ、まあ、あのごめんなさい、まだね名前を名乗ってないんだけど、それ言われたらちょっと俺も語りたくなっちゃうんで、そうか、差し込みますけど、差し込みますけど、僕は三属性入ってると思います。はい、緑、まあ木で風で、ね、川、はい、水、はい、で光属性、はいです。すいません、3つの属性が合わさって最強に見えるアシスタントの原でございます。よろしくお願いします。はい、今回もですね、また私の方からお願いして、原さんにですね、アシスタントとして参加してもらうことになりました。ノリノリですね、もう収録する前からどうやって入ろうかってずっと考えてて、はい、はい、やっぱり予想できませんでした。やっぱり絡みづらいですか、緑川さん。いや、全然大丈夫です。ちょっとその自重感は何ですかもう少し全面的に応援してください、ね、応援します。はい、ありがとうございます。とりあえず前回のボイススパロゴ、うん、第2次 OG 編ですね。そうでしたね、うん、この人がプレイ動画をやったりした、はい、ああそうですね、はい、あそっか、あの沖縄君がやったり、はい、メインはそうです、はい、そうです。まあボイススパロゴ自体も今回はこれ 3本目、3回目、まあ3作目ですよね。あ、3作目ね。3作目ですね。はい、まあまさかこんなに長く続くとは。そうですね、思いませんでした。こんなに本当にもう緊急体制でやってるようなラジオが。そうですね、続くもんですね。まあ、その後から、スパルゴも何本かリリースし、はい、そうですね、はい、まあ、いろいろありました。おー、はい、今回は素敵なゲストさんが。なんでいいですか、すごい色気たっぷりで、うん、本当は前回呼ぼうと思ったんですけど、あ、前回っていうのは魔装騎士2編ですね。はい、じゃあその素敵なゲストさんが満を持していらっしゃる、ね、お迎えするにはかなりの手間のかかる方だと思いますね。はい、はい、はい、それじゃあ行ってみたいと思います。プラーナ全開で行くぜ。熱血必中ボイススパロゲ、魔装騎士3編。ディレクターにいろいろ聞いてみよう。というわけでゲストの方をご紹介したいと思います。魔装騎士シリーズの開発会社であるウィンキーソフトの吉田渉さんです。はい、こんにちは、ウィンキーソフトの吉田です。魔装騎士シリーズの制作ディレクターを務めております。よろしくお願いします。そうですか。読みすぎでしょ、吉田さん原稿。いや、吉田さんが、なんかほら冒頭の聞いててテンション高いんですねって言ってたら、はい、言ってたから、はい、ちょっと少し俺がテンションダウンすること、テンション落としすぎでしょすることによって吉田さんのテンションがこうね、際立つかな。いや、絶対今の紹介で自己紹介してくれてたらやりづらいこと、このぐらいですよね、吉田さんね。正直入りにくかったですね。そうでしょ。しかも完全に読んでる状態でさ。おかしいな、気使ったのに。真面目に入ろうと思ってね。
呼んだんですけどね、うん、結局こうなるんですよね。ものすごい変化球投げるなと思って。びっくりしたな。いや、こんなほら俺が低くいけばさ、びっくりするようなその新人意味。違う違う、だってほら今回のラジオのこうね、俺に合わせて頑張るのが大変かなと思ったから、はい、俺低くすればちょっと頑張るだけでいいかなと思う。あ、なるほどですね、うんうん、テンションをね、テンションをというわけでってやったら、そう、吉田さんもだから、どう吉田ですみたいな。いや、結構声張り目でやったらいいですかね。テイク2いきますか、テイク2。じゃあ自然な感じで、はい、やったら吉田さん本当はどういう風に入ろうと思ってたのか、じゃ あの確認してみましょうか。はい、これまたプレッシャーですか。テイク2。というわけでゲストの方をご紹介しましょう。マスオキシンシリーズの開発会社であるウィンキーソフトの吉田渉さんです。はい、こんにちは、ウィンキーソフトの吉田です。もういいよ、一緒や。吉田さん、吉田さん、そこね、毎度ウィンキーソフトの吉田です。関西人だよ。ここ関西の2人だ。寺田さん、吉田さんは。そこはちょっと安心ですけどね。実はマスオキシン2編の時にね、ゲストで最後に呼ぼうと思ったところですね、はい、諸事情で。諸事情で。忙しかったわけですね。そうですね。急に言われても困るよね。はい、今回満を持して。というわけでですね、今回第1回目のゲストとしてお迎えしました。はい、はるばる大阪から。台本。いただきました、はい、よろしくお願いします。今日は大阪からやってきました。あ、やばい、台本にセリフあった、ごめんなさい。そう、ウィンキーソフトさんは大阪にあるんですよって自分で書いてる。めっちゃ読んでるよ、そっちも。まあ、あのウィンキーソフトさん、はい、これはあの昔からスーパーロボやられてる方ならご存知だと思いますけども、うん、あの最初にスーパーロボット対戦で作品を開発された大阪の会社でしてね、ラスボスを設定する、はい、私もあの新人の頃から、はい、お世話になっております。はい、あの初期のシリーズの、まあ、最初のスーパーロボット対戦からですね、第4次、あとスーパーロボ F、うん、コンプリートボックスまで、はい、やっておられてですね、現在あのマスオキシンシリーズを開発されています。はい、でも今日はこのラジオのためにいらっしゃったんですか、大阪から。そうですね、新幹線でやってきました。こんなラジオのためにこんなってことないでしょ。こんなってことないでしょ。いや、とりあえずそのマスオキシンシリーズでは、はい、まあ監修で一番偉いようなポジションだと思ってみんな聞いてればいいですか。そうですね、中身を一番細かく知ってる人で、もちろんそれは寺田さんと共有されてますけど、僕とあのもう一人の渡る君の小倉渡る君がですね、はい、プロデューサー で、ね、で吉田渡るさんが、はい、どっちも渡る渡るが2人いたんです。そうなんですよ。まあ、その僕らは東京で、うん、あのまあ、プロデュースしてまして、うん、あの吉田さんたちは大阪で開発して白監督者ですね。まあ、僕は実家帰るついでにウィンキーさん。なるほど、僕京都なんで。なるほど、はい、はい、その収録の時は全ていらっしゃって。そうですね、収録の時はこちらに缶詰で。うわ、まあ、缶詰ってことは、まあ、はい、通ってたわけではなく、通ってないですね、ウィンクリーホテルで。あのもうスタジオに布団敷いて寝てました。どっちなんですか、それ原さんで。どっちなんですか。すいません、近くのマンションを借りられたようですね。はい、マンションです。あ、まあ、これが絡みづらいか。いや、そんなことないですけどね。はい、俺今下見ちゃったよ。まあ、とりあえずそうですね、吉田さんずっと来て、はいはい、こう仕事の合間に羽も伸びてたのかなぐらいな感じですね。ああ、そうでしたね。少しぐらいもね、伸ばさないと。まあ、でも実際大変でしたよね。で、開発はその間も、まあ、進んでるわけですから。そうでしたね。現場ではずっと進んでましたからね。はい、たまに帰ると案件が山積みでっていうぐらいですね。マスオキシン3の収録 の、 そのハードルが高いところって、はい、この吉田さんが大阪から来てくださってるのでギュッと凝縮して撮らなきゃいけないっていう感じだったんですよね。だからもうね、サラリーマンのようにね、僕のイメージとしてはこれが普通になってたので、はい、あの皆さんこういうタイトル全部こうなのかなと思ったんですけど、そうではないんですね。通常のスパロボでスケジュールだったら、まあ僕は大変なことだった。そうですね、まあ、うん、ちょっとかなり詰めてしまったかなっていうか、1日だいたいね、下4時間から上8時間くらいを月火水木金でやって、それを丸1ヶ月くらいで80人くらいさばきましたからね。まあ、でも僕らは分かんないですよ、まあ、でも楽しいですよ、マスオキシン合宿みたいな感じで。まさに合宿でしたね。うん、楽しかったですよ。デルカさんのセリフがね、やっぱ一番主役で多いん で、ね、何回か、うん、分けて取ったりとか。はい、はい、じゃあ早速そのね、あの今もお話に出てますけれども、マスオキシン3のお話をいろいろと伺っていきたいと思うんですけれども、うん、はい、まずはやっぱりこのタイトル、サブタイトルっていうんですかね、これ、はい、何タイトル、サブタイトルって言うんですかね、はい、このプライドオブジャスティスっていうのを散々僕も CM で言ってますけれども、改めてかっこよくお願いします。プライドオブジャスティス、若い。はい、若いっていうか、まあ、かわいい。実際のやつがあって、前作のやつがサブタイトル長くて、 CM の時にちょっと緑川さんが、あ、前回のサブタイトル、じゃあ寺田さん3、2、1、リベレーションオブイビルゴッド、リベレーションって言ったでしょ今。しかんだった。もう
長かったですね、確かに ね長かったんで、はい、僕の方から出したオーダーは短く、はい、あとよろしくっていう。で3つ目の単元なんとかかんとかいいで始まるやつにはしなかったんですね。ねえねえ、ね、なんで吉田さん絶対突っ込まれると思ったんですけど、うん、考えました。考えた。はい、浮かびませんでした。このプライドオブジャスティスはどういう感じでつけられたんですか。これはですね、ちょっとここだけ真面目に語っておきたいんですけれども、はいはい、日本語でプライドと言いますと、一般的には誇りとかという意味で使われますけれども、はいはい、うん、英語ではですね、はい、プライドといった場合、傲慢という意味も含んでるんですね。で、まあ、マスオキシン2から引き続き、まあ、さまざまな人たちやさまざまな信念や思惑を胸に誇り高く、あるいは傲慢にそれぞれの正義を声高に叫び、やがてその方が戦いの火種となっていくというサブタイトルに込めた、意味があったわけです。割とね直接的かなと思ったけど、うん、傲慢っていうのが入ってくると結構深いっすね。でもここで言う傲慢ってネガティブに捉えるわけではないんだ。まあでもそういうことね、うん、ですから、まあ、マスオキシン2でですね、アンティラス隊が、国際的平和維持組織になったんですけれども、うん、まあ、その正義は誇りなのか傲慢なのか、まあ、その答えを問うというようなサブタイトルになっております。あ、ということはやっぱ傲慢はある程度はそうか、若干のネガティブな感じはあるっていうことですね。まあ立場ですね、見る立場によって、よってだから、はい、あ、俺それ知ってる方が面白いやん。今の、ね、今の、うん、本当になんかちょっとしたことだけど、それ知った上でやると、あ、こういうことなのかなっていうふうに思いながらやるかもしれない。すいません、また今回の勢力もいろいろ出てきますので、うん、その勢力ごとの立場に立つと、うんうんうん、それが誇りなの、そうですね、もしくは傲慢なの、なるほどで、ね、でそれをプレイして感じていただければなと。はいはいはい、いや素晴らしいです。ちょっと真面目にやってみました。いやいや、このいい付け方じゃないですか。そうですね、この冒頭読みすごい読んでる感から始まったよ。そこで突っ込んだ、突っ込んだ。この回答もしょうがないじゃないですか。これからも読みますよ。いや、すいません、吉田いじりが楽しくてちょっとしょうがなくて。だって台本があるんですもん。そうだよね、打ち合わせでね、はい、ラジオで1回目原さんと相談してゲストを吉田さんにしましょうって即答で吉田いじりですね。すごいワクワクしてきちゃって、俺もコーナー名に吉田いじり、あーかんかんかん、にいろいろ聞いてみよう。こんなこうね、無難なタイトル名になっちゃって。そうなんだ。じゃあそう、吉田いじりっていうのがサブタイトル。サブタイトルですね。コーナーの。そうですね。ダメでしょ、いじめし。吉田いじり。大阪から来てるのに。ゲスト今誰が吉田ってって話。YDI みたいな。吉田いじり。まあでもとりあえずそのプラウドオブジャスティスですね。まあキャッチコピーの問われる正義のありか。これ僕考えてない。なんかアイデア出してる。ああ、はいはいはい。これが出てきて、あ、これ。いいじゃん。じゃあ吉田さんとか小倉さんマーターだ、ね、そうですね。でラギアスに広がる波紋の波を波じゃなくて破壊の波に変えておいて、うん、ちょっとあれっぽくみたいな感じそこが俺のセンス、俺たちのセンス、流星のセンスですね。なんでやね。違う、どっちかというと善があるから。あ、そっか。そうかそうか。でも、はい、なんかね、E がなくなったのちょっと寂しいな。なんとかいい、一番最後に E ありますよ、ほら、プライドとジャスティスの E。 本当だ。そういうことにしておこうか、うん、ありがとうございます。じゃあ続いてはですね、マスオキシン3の見どころを言える範囲で、うんうん、そうですね、はい、やっぱりですね、マスオキシンといえばマルチエンディング、まあ、これが、そうですね、メインになってくるんですけども、はい、まあ、今回もルートごとにですね、いろんなキャラクターをピックアップしたりですとか、さまざまな味付けしてますので、うん、まあ、そこを周回していただいて、何でもやれと、はい、楽しんでいただければ。乱暴乱暴乱暴よ。でもやっぱいいもの作ってるからね。そうですね、まあ、そのぐらいのいいんじゃないですか。怖すぎるって思う。これ何度もやれば、これやったら本当につべこいずれやってもやれ。珍しいパターンですね。今日はキャラのこう幅が広い感じですね。いや、まあ、キャラクターのタイプでもいいんじゃないですか。ありがとうございます。じゃあごめんなさい、別パターンでもやっときます、はい、なんともやってね、お願い。まあ、さまざまな、さまざまなね、年齢の方々に響いたのではないかと思います。まあ、今回3ということ、前回よりもクオリティがだいぶアップしてることと思うんですが、うん、戦闘アニメーション、はい、だいぶ苦労したんじゃないですか。そうですね、基本的に全てよく見える分、解像度が上がった分、そうですよね、作り込みが激しくなって、うん、はい、まあグラフィックの方は、まあ、大変でしたね。もうほとんども新しいと思っていいんですか、アニメーションシーンというのは。
そうです、あの技がですね、基本的に引き継いでいく技もたくさんあるので、うん、名前変えたりとかできないんですけど、うん、まあ、見た目が一緒っていうのもあったんで、うん、少しずつ変えたりとか、うん、で少しずつと思ってたんですけども、あの改造とか違う分結局作り直したというのも何点かあったりとかということで、じゃあ若干ベースが一緒でクオリティアップしたものや、はい、どうせならまあまあまるっと変えちゃえっていうのもあったりとか。そうですね、ほとんどもう新規っていうことですか。まあ、まるっといったのが多いかなっていうところなんですよ。そういうのが多いんだ。まあやる側は嬉しいですけどね。嬉しいですよ。作る側はだって解像度がアップした分作業も増えるわけだから、うん、昔の家庭と比べると、はい、本当にご苦労様です。そりゃそうですよね、まあ、ゲーム業界大変。リアルタイプですからね、あの通常のスパロがディフォルメタイプですけど、マスオキシンは昔からあのリアル、まあ、例外もありますけどやってるんで、うんうん、まあ、その分、まあ、モデルはまあその前から作ってるのがあるんですけど、はい、まあ、その上のテクスチャーを変えていかないとダメなので、はいはいはい、まあ、実は僕らがやってる OG とかとは別の、うん、まあ、作り方も違いますし、まあ、苦労も多分別だろうな。あの独特の苦労がきっと、うん、でもあのモデルで作ってるから後ろ姿とかすぐポンって出せていいなって、ね、俺ら書きますからね、あれ後ろ映すんだけには新しく後ろつなぎ、うん、そうなんですよ。だからその 2D と 3D のまあ中間点みたいな形で、うん、まあ、スパロボもいろんな開発ラインがあるんですけど、まあ、それぞれの特徴をまあ持たせて持ってもらって開発してるんで、まあ、さっきあの実はちょっと緑川さんの PV 第2弾をこっそりお見せして、はいはい、こっそりって言ってもこのみんな聞くやつで言っちゃっていい。大丈夫ですよ。まあそうね、画像は別に流れるわけじゃないからね。実は私まだ見てないんです。そういう感じになっちゃうんだね多分ね、開発の会社ってね。そうでね、違うところでプロモーション作るからね。いやいやいや、もうだって編集大変だったんですから。尺長かったですね。うちの小倉くんが苦労して作って、うん、頑張ってもらいましょうよ、うん、僕なんか最後見ただけですから、どうですか、いいんじゃないみたいな。偉くなってきたね。え、偉くなってきたね。いいじゃない、忙しいね。すいません、知ってます、はい、まああのね、先ほど新規アニメーションのほとんどだっていう話だったんですけれども、うん、新しい機体も結構今回出るんですか。そうですね、出ますね、全く新しい機体もあれば、うんうん、まあ、前回2の時からちょっとバージョンアップした機体ですとか、はいはいはい、結構増えてますね、はい、その中で今言える範囲で、うん、なんかこのキャラ、このロボットのデザイン大変だったなみたいなのってありますか。そうですね、一応メカデザインの人間とその人の話も一度したことあるんですけれども、はい、実は多分情報は公開されてると思うんですけれども、うん、ゼルボイドバストという、はい、2でできたゼルボイドですね。もう見た感じすごい分かりますよね、はいはい、何かしらゆかりのありそうなね、そうですね、バストとついたこの機体、はい、まあでもサイバース、まあ、ゼルボイドなんでサイバースターのライン的な機体なので、これまでのマスオキシンの中だとちょっと珍しいパターンですね。そうですね、うんうん、顔が一番苦労した感じなんですね。顔シルエットはまあマスオ系なんですけれども、うん、はい、顔がちょっとやっぱりその今風と言いますか、今風と言いますかね、今風既存のラインからは外して、あくまでもその敵キャラではあるんですけれども、醤油顔的な、はい、醤油はい、ね、そうです、いやいや今風な、いや顔ってやっぱね難しいですよね。顔、これ今風のロボットってこういう顔なんだ。まあでもサイバースターにここまで近いそのシルエット持ってる機体はね、まあそうですね、まあやっぱりゼルボイド、僕の一押しでやはりそんなにピックアップされないジャオームとかも似てますよね。うん、うん、いや大事にしますよね。もうすっげえジャオーム好きなんだけどなみたいな。ジャオーム推しがね続いてますね。ちなみに今回の吉田さん、はい、改めて聞くことも、戦闘アニメーション作ってて何が一番苦労しました。苦労ですか、ええ、アニメーションはもうやはりマスオキシン4体ですね。案外そうなぜって思われるかもしれないんですけど、うん、やはりですね、もうリメイク含めて3作目になってくるとですね、あ、そういう意味で、どう変化を出そうかと、変化に対するってことなんですね。そうですね、で名前は技名は変えれませんし、うん、キャラクターについてきついた技なので、うん、それを生かしつつ、まあ、見ていただいた方に変化をどう楽しんでもらおうかと。そうね、それまでの流れもありますもんね、はい、全く違うものになっちゃってもうっていう感じになっちゃいますもんね。そうですね、そうやっぱり結構皆さんで相談されたりするんですか。あ、相談しますね、アングルどうしようかとかエフェクトどうしようかとか。結構ね、もう出て
変ですよね。そりゃそうですよね。もう前から後ろから横からね。はい。まあ、でも新規のサイバースターとかね、新規の技とかだいぶパッケージでもね別の剣持ってますし、ね、おっと。サイバースターに関してはですね、社内で一回面白い話が出まして、確かあの OG の発表会で、はいはいはい、緑川さんのことハンマーを持たせたいという話が、ダメや、だから言ったでしょ、あの時ね緑川さんに言ったんですよ、あいつらって言うけど、まあ、僕もそうなんですけど、関西の人やから、はい、ハンマーおもろいやんけやろうから、ダメ、本当にやるからダメだ、リップサービスだからね。いやいやいや、あれなんでハンマーの話出たんだっけ、何の武器持たせたいですか、ね、そういう感じで、ね、俺その次の最終回だからなんでハンマーって言ったの全然覚えてない、登録みたいなやつしたやつ、あれ覚えてないよ。僕はもう生放送から見てて、社員で見てて、これや、違うよ、ほら、だから違うの、もう本当にそれね、最終的にね、はい、僕のせいにされるんですよ。それね、そうそう、同じ関西人だから、あつね、はい、あ、緑川さんがサイバースターにハンマー持たせたいって言ってたんですけど、いやイメージが違いますねみたいな話をしたんですけど、はい、あの人たちは思うんちゃう、ダメやね、むしろ、ね、いやいや、むしろほら割と風押しで行きたいなって思うんですよ、あの、そうだよね、属性的に、はい、そうですね、ちょっとあの火が入ってたりするから、ダメダメ、触ったらダメなっちゃう。いやいや別にあのだってもうこれはもう昔から変わりのない、まあ火の鳥的な感じだけれども、はいはいはい、もっとこう風メインの、ね、技が出てくると面白いなって思ってるところに、うん、ハンマー、そうですね、風のハンマー、割とハンマーも風ってイメージ、ハンマーって結構扱い悪いですよね。それ聞いた時に、これザムジードかな、ね、ザムジードキャラ的になんか持ってても嫌ですよね、ディアブロプレシアかな、そうだよね、サイフィスのカットインで、ね、ハンマーとか持たせたら嫌ですよね、あの子にね。こんなだってちょっとこうヤンデレ系になっちゃってさ。いやでもね、あのボクサーウィンキーさんは昔からそういうノリのいい会社なんで、なんとなくわかります、ね、まあじゃあそういうノリが立ち上がったけども、けどもだよね、はい、面白い話、ね、続きの話があるでしょ、吉田さん。いや一瞬デザインもねハンマーしようかな、おしようと思ったんですけども、あのさすがにあの寺さんの顔が浮かびまして、はいはいはい、はい、あ、いくら関西で、あ、よかったですね、パートナーシップが発揮されてる。ここで仮に世の中的に何言ってんだ寺だと、うん、ハンマー持たせろよサイバースターにって意見が来たら、はい、皆様のご期待に答えまして、はい、ハンマーを持たしましたよっていう、ではこちらのメールフォームの方から。来ないでしょ、来ないでしょ。その代わりハンマーの時のもうぬおーみたいな、見てるかな、すみません、おが10個以上あります。よろしく責任取っていただきます。そうですよね、ハンマーだから重さの芝居でお願いしますみたいなね。風の方が楽そうだな。そりゃそうですよ、風的な武器の方が。ハンマーで乱舞するんですからね、大変ですよ、フックスとか。あ、でもまさきそういうタイプじゃないやな、ね、難しいな。ピコピコハンマーとかもダメよ、持つよここの人たちは。そう、今だから聞くけど、緑川さん、そのハンマーの本気度ってどのくらいだったんですか。だからなん、どういう流れで言ったか、もう覚えてないんだよね。ごめんなさい、全く覚えてない。でもね、その、まあ、サイバースターはこうなきゃならないっていうのも、はい、まあ、ないわけで、はい、風と言いながら炎バーみたいな、うん、だからまたそれで違うさ、突っ込んで懐の広い人なんですよ、人じゃない子なんですよ、はいはいはい、さあ、まあ、あのゲーム的なことなんですけれども、うん、まあ、序盤にこの機体育てとくといいかもよみたいなのってあったりするんですか。いきなり中身入ってます、ね、まあ、主人公機はいいと思うんですけれども、うんうん、はい、まあ、どうやっても育てると思うんですが、そうですね、サイバースター、うん、そうですね、サイバースターはまあ当然ですけれども、うんうん、やはりおなじみの分岐がありまして、なるほど、うん、ちょっとサイバースターだけですとね、苦労しちゃうところが出てくると思いますので、あ、間違ったですかね。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ですので、最低限やっぱりマスオキシン4体は可愛かったけどしいかなとか、ね。まあまあそうですよね。当然ですね。はい、うん。その先も聞きたいな。その先ですか。マスオキシン以外。その先でジャオームですよ。出ました。いや冗談です。いやジャオーム真剣にあると思うんですけどね。はい。今回結構僕は愛を注いだつもりなんですけれども、うん、いや、あんまり言うと。うん、プロデューサーが言ったからでしょ、手こ入れされてると思われちゃうから、ね、違う、僕はジャオムのプラモデルが欲しいんだどこのファンですか。だってまさきが最初に乗った機体は2機やってて、まあ、前回も話しますけど、前回も話したけど僕はザインなんです。んじゃあザインも作ろうよ。ありがとうございます。でもザインはほらもうかっこいいお姉様が、そうですね、吉田さんはマソキは、マソキ以外だと、あ、僕はもう完全にヨリアスですね。あ、ファンクさん、ファンクさんですね。
完全にってつけましたね、はい、その意図するところなんですか。それは自分で強くしてもらうでしょ。そういうことか。まあやっぱファンがねいいキャラだと僕は思うんですね。まあ人気高かったんで、はい、今回の話もあのファンが、まあ彼服変わってるんで服変わってるね。さらっとそうだそれちょっと触れた方がいいのかな。服変わった理由なんなんですか。あ、まあ立ち位置が変わったので、服変えていいですかっていう、はい、いろいろミオリアスに関しては、まあ、前編通して仕込みも入ってますので、あとはあのスパルブ EX の時から名前が出てた、うん、ザッシュのお姉さんですかね、うん、はい、っていうのがいるんですよ。あのこれ、はい、レミアさん結構面白いキャラクターですね。そうですね、まあ EX 知ってた人でカークスさんの最後知ってた人は、そうですね、当然ビビって反応する名前。第2次 OG で EX の話、まあ、作ってたんで、うん、そういえばあの、まあ、カークスが最後その倒される時に名前を言うんですよ、はい、うんうんうん、まあこれはあの、ね、昔の EX からあってたんで、そういえばこの人いつ出てくるのかと思ったら3でキャラ表出てきてこういうキャラだったんだろう。もう同じ印象ですよ。そうそう、まあでもあの例のねノーアル高尾の人の娘だから、ちょっとごつい系の女子出てきたらどうしようかって心配したけど、いやその心配はいらなかったです、ね、でもザッシュが結構その前作とかでもね姉さんが怖いとか、そうでした、ね、前振りはしてて、声は誰がこう楽しみにしたら、ね、あのいいキャスティングで昭和神よりもプレッシャーのあると定評のレミアさんの噂は金がね2から出てましたが、なんで、はい、だからそれも割と序盤に出てきますんでね、はい、すごいいいキャラに仕上がりましたよ、うん、最高です、ね、個人的にあのガルガーディアとかあのなかなか腕がたくさん、なかなか腕がたくさんって、まあシルエットとしてはね、うん、あの変わってるというか特徴的なやつなので、はい、大輔さんがやってるザッシュのイメージ、可愛らしいでしょ、一見すると可愛らしいんですがね、いろいろありまして表現するおっとっとっと、なんでそんな風に言ったら、だっておっとっとじゃないってそう思うじゃないですか。もうすいません、流れが難しくないでしょ。いやいや、そんなに怒んなくてもさ、今の流れって別にテンプレートだからそんなに怒んなくてもさ。いやいやいや、まあでもまとめると、マソキシン4体ですね、まず、うん、そうですね、うん、あとはまあ使い勝手見てもらってからかな。そうですね、吉田さん個人としてはまあおすすめはギオリアスかなっていう感じ。あと、まあ、僕の趣味ではありますけれども、まあ、レオゲイラとディープレイルスレイと、はいはい、殴る撃つですね、さんです、殴る撃つね、このセットで僕は攻めてますね、はい、なるほど、スレインは岡本博史くんがやっている殴る機体、うん、赤色のですね、はい、ディープレイルは桐本さんがやっているあのスパイ的な感じの機体なんですけども、まあ、マスト2からの新規のキャラですね。あれ結構好き。好きですか、うん、ありがとうございます。でもお約束ですけど、やっぱりサイバースターを強化していくのは、はい、そうですね、シリーズ通じて、そうですね、はい、サイバースターはやっぱり遠距離で戦えるようになったから、うん、相当やっぱりリーダーシップ発揮してますよね。今回はプレイヤーさんの戦術によって使い方が、まあ、ポゼッションもするようになったんで、うんうん、あれをどういうタイプで、いわゆる遠距離攻撃タイプでやるか突っ込んでいくかみたいな、はいはいはい、まあ、性格的には多分突っ込んでいく設定的にはね、まさきはね、そうです、まあ、もはやもうポゼッションしたらあれ処刑のテーマですからね。テレレレテレレは処刑のテーマですからね。水戸黄門ですからね、あれ完全に。とはいえね、とはいえまあ雑魚からでも一撃食らったらポゼッション中でも危ないからちゃんとシミュレーションしてるんですけどね、はいはいはい、もう決めに行く時だけですよね。まあとりあえず当たり前ですけど主人公機をね、育てれば楽にできるんでしょうけれども、はい、結局はまあほん、ね、あの個人の自由ですからね。自由ですね、まあ、愛を注げばすっごいいっぱいいますからね。改造ですげえ変わりますからね。それでやっていただければいいんですけど、ね、改造とあと強化パーツでも結構変わりますよ。そうなんです、今回入った愛以上にですね、強化パーツをつぎ込んでもらうとですね、うんうん、それなりにそれなりに全機体、好きなパーティー組めると思いますので、強化パーツって結構劇的に変わりますよ。劇的、はい、あのあんま舐めたらあかんですよ。そう、なんと今回の新機軸が強化パーツですっていろんな人からえ斬新じゃないなかったっけってまあそれもあるんですけど、割となんだろうな、まあ全てのゲームそうだと思うんですけれども、割と主人公から離れた、うん、近くないキャラクターってちょっと限界なのかなって思ったりもすることあるじゃないですか、はい、どんなゲームでも、はいはい、だけどその強化パーツで割と
使えるポニー。全然いきますよ。おいいじゃないですか。強化パーツと改造とスキルが、ね、合わさった時には、はい、あもう全然それはあの全く別の機体になるというか。じゃあお気に入りの機体全員女子とか全員男とかそういう偏ったこともできるわけですね。いけますよ。お僕ほとんど女子です。寺澤さんのなんて呆れる顔やめてください。いや大丈夫ですよ。でもそれはいいことですね。そこまで劇的に変化するんだ。変化します。変化します。まあそうですね。組み合わせ次第ですけど、でも迷ったら緑川さんを改造してください。はい。サイボーグ緑川。間違いない。なんでやねん。そっちちゃうやん。サイバスターやからね。なるほどね。まあ他のスパロと違って明確に何回も言ってますけど、主役が存在するこれ作品なので、うん、はい。まあ多分緑川さんがプレイされた時のサイバスターは多分すごい強いんだろうなと。完全な先頭を走るリーダーに変わってます。あれだよ、言っとくけど、うん、強いっていうか、もうだって他改造しなければ、うん、サイバスターだけ改造してたらどう考えたってサイバスターが強い世界じゃないですか。まあそうですね、だから簡単です、そのさじ加減は。そう簡単ですそれ。そうですね、ピピピピピってボタンを押すだけですもんね。そうそう、全然簡単。そうだね。強くありたいから他は成長させない。そうだから、でもマサオキシンもね、スリーになってね、物語の中でマサキはすごい大人になってリーダーを発揮してね、俺がじゃなくなってんだけど、緑川が光がやるマサオキシンだけは俺がのマサキになっちゃってるみたいな雰囲気。まあでも主役の方が自分の機体を改造まあ前も言いましたけど、うん、ウィングガンダムの数値見て開発者がびっくりする、はい、どう改造したらこうなるんですか、ね、激ついっすね。多分全て愛を注いでたんじゃないですか。まあでも大丈夫だと思いますよ。はい、はあ、お好きな感じで好きなキャラクター育ててください、うん、それで今回、はい、もう PS3 と PS ビーターで遊べるんですけれども、原さんって実はもうちょっとやってたりする。そうなんですよ、実はちょっと触らせてもらってですね、うん、僕の場合は、うん、まあいろいろきっかけあったんですけど PS3 でやらせていただきました、うん、テレビが比較的見れるテレビがありまして、で音響も整えているので、やっぱぜひここはせっかく、まあ、仕事でもね、うん、ありますからね、ハイスペックの機体で来てるので、うん、機種で来てるので、そこを堪能したいっていうことで、やっぱ堪能できました。できました、できました、うん、すごい。もちろんその各環境のなんて言うんだろうなに依存するのかもしれないですけど、うん、セリフがカチッと聞こえるのすごい嬉しいですよ。すみません、自分の自慢じゃないです、いいスピーカーからパンって聞こえるのは、違いますよ、違うんですけど、すごい素敵です。やっぱりいいもので見たら、それなりのもので返ってくる。いいです、いいです、もちろんビータも絶対そうだと思うんですけども、ね、いやもちろんほら、俺も PS3 買ったから、家でできるんだけど、どうしてもやっぱ外の方が多いから、当然ですよね、いや当然そういう人だからビータになっちゃうんだけど、うん、でも。あれでしょ、でデータのやり取りはできるんでしょ。できるできる、まあそうですね、両方あれば、はい、両方あれば、はい、僕みたいな配信プレイするときは当然お家では PS3 出かけには、ピーターの方に移行してやろうと思っております。どんだけ好きなんだよ。大好きです。ありがとうございます。僕ら仕事があるんで、緑川さんと一緒で、僕が仕事ない人みたいになってるけど、僕らっつったの。すいません。ビータで、はい、はい、そうですよね。まあ、開発中はどっちかというと3でやってたんで、うん、ビータの方はまあ、メインでやってたのはビータじゃなかったんで、うん、発売されてからビータでちょこちょこやってみようかなと。そうです。ビータも実況見たらそうなんですけど、 PV 見る印象よりも全然綺麗。あ、そうですか。すごい綺麗。ありがとうございます。やっぱり PV のパソコンだけでね判断してる人はちょっとね、実際の映像を見てもらいたいですね。期待していいと思います。うん、はい。じゃあビーターでもクレジ高いと思いますけれども、うん、ちょっと時間ができて家でもっとそれはすげえって言ってたから、じゃあ PS3 でやったらもっとすげえのかっていうのを知りたくなったら、そちらの方もお買い求めいただけると。そうですね、なお良さがありますんで、そうですね、ですね、よろしくお願いします。いいと思います。ちょこっと音声収録関係の話も聞きますか。実際僕だいぶ前なんでもう忘れかけてるんですけれども、すいません、どんな感じでした。別に僕があったわけじゃないですけど、トータル的にまあ人が多かったですね。で逆にこれキャストの印象みたいなものっていうのは吉田さんにぜひ感想を伺いたいんですけど、どうでした。まず大体最初に原さんからキャスト票が来るんですけども、まあ、見た瞬間、いやいや待ってくださいと。ちゃんとあれでも寺田さんの監査を受けてますからね。寺田さんの監査を受けた上でどうでしょう。名前は言えないんですけど、とある大御所の方がいらっしゃいまして、はい、どうでしょうか。そうなんですよ。その肌出ちゃうの、大丈夫なんですか。どれのこと言ってるんだろう。
ありがたいんですけれども、やっぱりこちらもゲーム全体で、ね、メインキャラの方もいれば、ね、サブキャラの方もおられて、まあ、そうなんですけど、はい、やっぱりいい作品にしようみたいな形と、はい、あともともと最初の方のマスオキシーンも、まあ、緑川さん含めたあのメインキャラとかも、うんうん、まあ、相当なキャスティングなんで、そこのバランスをどうするみたいなのは結構ね、苦労するんですけど、そうですね、うん、ちょっと持論になっちゃうんですけど、はいはい、やっぱり相手側が迫力ないとどうしてもっていうのはすごくあるのと、 あ、あとやっぱり老け役っていうか、年を実際取ってる役はそれ相応の人にやってもらえないと重さが出ないっていうのは、もちろんその今の業界の中考えたらいろんな事情込み込みですけども、許されるのであればやっぱそうありたいと考えていて、これもしマスオキシン単体でアニメ化した時に責任取ってねぐらい、ゆるかさんプッシュしていきましょうホークルいっちゃう、ホークルこのメンバーでホークルいかないと収拾つかないでしょ。いやまあね、インスペクターのラストみたいになっちゃ う、 大変よ。大変でしたけどね、本当ですよ、40人ぐらいみたいな。そうですよ、懐かしいですね。でもあれもすごかったですもんね、うん、すごかったですよ、うん、でも僕負けてないと思う、マスオキシン、うんうん、まあそうです、うん、まあなぜかというと、その作品ごとにそのいいキャスティングをって言った時に、うん、その頃の僕らの頭の中に、うんうん、後でそいつらが全員出てきたらっていう発想がなかったんですね、うん、なるほどね、はい、はい、そしたらあんな G インスペクターみたいになっちゃっていや、うん、まあでもやっぱり真っ先始めてやってもらった時も、緑川さんももう、うん、その全すごい感じで、このキャスティングは最初に決まった時に、うん、まあ、希望はミンキーさんから聞いたんですけど、はい、悩ましいところだな、いやキャスティングに全く問題はないけども、はい、まあ、その時も後のことを考えてなかったね、考えてなかったね、まあそうも考えてません正直まあでもそれでやっぱりもう長年やらせてもらってますんで、うん、別にそのキャスティングが間違ってるとかそういうのはないですけど、たまに原さんのとんでもない変化球がまあ今回それがどなたか、まあ、どなたびっくりすると思いますよ。そうですかね、うん、僕はだって驚きましたから。なるほど、はい、僕も未だに信じられませんね。そうですね、はい、でもスパルムにね、過去のスパルムに1回出たこと、あ、まあ、ですか、出ていただいたことあるんです、ね、どれを指してんだろう。まあそれは後で。そうですね、はい、はい、でも頑張りました、みんなで頑張りました、はい、そしてすごくそれぞれの新しく出てきた役を上げてくれるキャストをお迎えできたと思っていますので、ご期待いただけると思います。ぜひプレイして確認してみてください。おい、はい、以上吉田いじり、あ、違う、おい、いや、サブタイムみたいな、ディレクターにいろいろ聞いてみようのコーナーでした。熱血必中ボイススパログマスオキシン3編、お送りしてきましたボイススパログ、そろそろエンディングのお時間です。番組ではマスオキシン3に関するお便りやご質問を募集してます。メールフォームから送ってくださいね。そんなわけで第1回目の収録が終わろうとしてるんですけれども、どうでしたか今回。吉田さんがですねちょっとかわいそうだったんですが、想像以上に喋っていただけたんで、吉田さんなんかもうちょっとアピールすることないですか、もう喋らせろみたいな。いや、これ全てもう原さんの指示通り喋ってます僕何も指示してないですからね最初は原稿読めから始まってるんです、ね、違うです、最初普通に出てきたらあかんよって話したら見事に読んで出てきたからびっくりみたいな。まあでもこれ最初ラジオ的なものって出られるの最初なんですよね。いや、初めてですね。どうでした感想は。いや、もうお話いただいた時からね、ずっと緊張しっぱなしで、今日来るのが怖かったぐらいですね。そんな怖くことないですよ、ね、いやでも僕もね、最初に緑川さんのあの変革流れたら、はい、僕だったらもう、まあ、あれはどうすれば笑いが取れるんだみたいなそうです、ね、今はもう長年お仕事させてもらってるんで、そうきたか、あれはほら柔らかパワハラですから違うでしょ、ちょっと頑張れば俺よりテンションが上がるかなって思ったの、ちょっとのあれ努力で。いやでも、まあ、はい、あれで一気に優しさではあったという、はい、本人は主張しておりますので、ね、はい、いや、そうです、それ以外に何がありますかいやいやいやね、どうなんでしょうかねっていうノリがなんかこういつもと同じだったので、すごい自然な感じ、うん、もう毎週大阪から通っていただいてですね毎週やれるか分かんない、毎週毎週このラジオやれるか分かんないんですけど、ね、電話で電話出演電話出演さらに読んできそうだないやでもなんか逆に美味しいかなって思うんですよね。なるほどね、そこ一人だけなんか読んでる感じ、それ美味しいかな、それ美味しいって視点で見えるやっぱ役者ならではですね、それ美味しいかもいいなみたいな、うん、だから全然これからも読んでください、
はい、あもう全然気にしないまさかの読みキャラの指令がちょっと今本気で心臓が痛い。いやいやほらその方が楽でしょ。だから俺プレッシャーをなくしてるんだあくまで俺はお前のためを思ってるぞ。思ってますよ思ってますよ。そんな無理ですって。いや仕事柄ねやっぱ分かりますよ。いや僕もすごい無理してますもん今日も。いやいや冷たい社員の目はさお前一番楽しいんだろうだろうみたいなその目だってもう本当に開始前からどうしようかなみたいな。まあどうせ何考えたって受け切れないから何でもいいや皆さんちょっとこれ語弊があります。演出寺田貴信ですからねこのラジオはねそう今回ねちょっといつもより長く台本をそうですよそうそう吉田さんのためなんだろうなと思いながらね作ってたじゃんね。いつもあの山の中から2ページ、まあ、いや今回はちゃんと家で家で、うん書いて真夜中に原さんに送りつけるっていう前日の真夜中に送りつけられてもう当日でいいですみたいなまあそういう形で今回もあのミドルカーさんをお迎えしてですね、そうですね、ワイワイにぎやかに、はい、やっていきたい。これやってる期間中にまたこう PV とか徐々に公開されていく、はい、そうです。 あともう一つ言っておきますけど多分あの、はい、僕の写真がミドルカーさんと一緒に出てると思いますけど、はい、ちょっと痩せてますが、あそれちょっと触られるかなそれもう3だってここからまさかの尺が伸びていく病気したとかではないので、はい、ご安心、ご安心、いや別に心配されるうちであれもしてもらえないと思います、まあ、いい形でシェイプアップしてるというふうな形でよろしいでしょうかね。そうですね、前もあの痩せた時に病気ですかって聞かれたので、はい、今回は違います、まあ、とりあえず健康ですと。そうですね、だってやっぱ心配、はいでしょ、あのスパロボがこれからどうなっちゃうんだろう、ね、意外に心配されてないというか、ね、多分そうだと思うんですけど、たまに業界の方が大丈夫ですかって聞いてもらえるまだ今は大丈夫なんですけど、ね、説明しておきます。はい、はい、吉田さんも元気にやってくださいね大阪でね。はい、そうですね、あったらぜひ来ていただきたい、ね、うん、あもう全然呼んでいただいたらもう行きますよ。宝庫ですよ、情報の宝庫ですよ桑島さんかと思った。いやこれ一応名前出しておく。ロザリーもね、はい、美容院か美容室かサロンに行ってね、前髪作りましたからね、前髪作りましたからね、はい、ちょっと面かぶせたみたいにやめてくださいよ。じゃあ今日本当どうもありがとうございました。またぜひぜひ話してください、はい、なんか多分メールをいろいろもらってるかもしれないですけど、ちょっと配信の都合で今回ご紹介できなかったんですけどね、うん、あのどしどしいただければ、はい、バリバリ紹介していきたいと思います。はい、お願いします。それではここまでのお相手は緑川光と吉田渡と超マスオキフェンター原道太郎と寺田貴信でした。次回も聞いてくれなきゃアカシックバスター発車しちゃうじゃん。